人称侍ジャパンに選出されたのが嬉しくて自分の一人称が侍ジャパンになってしまう。母、久美子さんに対して侍ジャパンお腹すいた、侍ジャパンが来るよ、朝ごはんを用意してと言っていたそうです。商標登録してるらしい。自分の名前がついたスナックバーなどを売り出したいため、ヌートバーを商標登録している。プロで通用しなくなった時のことを考えてのことだそうです。ちなみにヌートも商標登録しているらしいです。機内でパーティー、飛行機の中でパーティーをしたかったけどできず、なんでこんなに静かなんだと驚いていた。 WBC が終わったらぜひパーティーしてほしいですね。デッドボールが当たったことについてインタビューで疲れた際に笑顔で、ちょうど凝っていたところにぶつかってほぐれたのでちょうど良かったですと答えた。ポジティブな受け答えでみんなの心もほぐしました。相手選手への皮肉にも聞こえてスッキリした。かっこいいと話題になっています。ドスコイ、山川選手のホームランパフォーマンス、ドスコイに感銘を受けロッカールームで再現をおねだりした。特別に見せてもらえたらしいです。そしてその後ドスコイポーズをする姿も目撃されています。コメント登録よろしくお願いします。